はい、いよいよ2023年後半はですね、東三河を越えてさらに静岡入りして、静岡の皆さんに安全を願いながら走りたいと思ってます。今年前半は三重県行きましたけども、まあいろんなね運転がありました。不思議な現象もありましたしね、動画見ていただけると嬉しいです。で、後半この豊橋までね1号って書いてありますけど、この1号はずっと東京方面へえっこらえっこらと、とことこと走っていきたいなと思っております。だいたい豊橋まで1時間半ぐらいかな、1号で流れうまく流れてね、まあ、そんな予定を立ててます。それでね、静岡県入ったら入ったでこう主要道路とかを走りたいと思ってるんですけど、静岡県の皆さんね、教えていただきたいのは、危険な場所とか白バイ隊員さんとかがねよく見守ってくれてるような場所、区間、国道を教えていただければ嬉しいです。コメントにねダーッと書いていただけると、私もうすぐね静岡で走りたいと思ってますんで。さあ、どんどん行きますよ。